ここにいるのは分かっているわ。マスター、どこにいるの？マスター。出てきなさい。そして私の体を磨きなさい。今日のヤスリがけは、右スカート上部走行400平米分よ。3時間は覚悟なさい。いつまでもサボっていないで、仕事をして。私のボディのケアも、マスターの役割でしょ。呆れた。昼間から熟睡とはいい身分ね、マスター。私が起こしに来なかったら夕方まで寝ていたわよ。せっかくの祭日を寝過ごすつもり？まだ寝ぼけているのかしら。覚醒のオンオフができないなんて人間は不便よね。けど本当にひどい顔色ね。まるでペンキの剥げたポストのよう。チョコレートに潰される夢でも見た？それともチョコレートの講習台に立たされる夢とか？だってあなた、他のサーバントからもプレゼントをもらうんでしょ。私でさえ数を把握しきれないのだもの。いちいち食べていたらそれこそ体調が破壊される。廃屋よりレギュラー派なのね。その安物趣味不愉快だわ。スペシャルなものはオンリーワンであるべきよ。数を誇るのは感心しないわね。今自分は量産型とか作っていたくせにと思ったでしょ。私は特別よ。とてもスペシャルなものだから量産品にしてもグレードは下がらないわ。それじゃ、はい、これあげるわ。何これ？なんて顔をしないで。見ればわかるでしょ。シートベルトよ。私はチョコレートなんて一過性のものに関心は持たないの。でも今日は祭日だから必要なものをあげるのにはいい機会だわ。今は必要のないものだけど、私のマスターであればいつか必要になるものよ。その時安物を使われては困るから余裕を見てはデザインしていたというわけ。サイズは合っているわ。触り心地も機能性も S クラス。よかったわね。じゃあさよなら。私はチェイテ城のフレームの様子を見てくるわ。その時を楽しみにしているわ。私のマスター。